はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルウェブ主のピヨタです。さあ今回も俺の彼女マジ天使やっていきたいと思います。こちらの動画は、A1 企画2019年度の7時7分の動画となっております。前の動画はすでに上がっておりますし、次の動画も、1分後には上がっておりますので、まあ皆さんが見た頃にはすでに上がってるかと思います。はい、ということで前回のあらすじ、イエーイ。ということでね、前回はトンファー使いの、彼女が海賊の彼女となりました。まあいろいろとよくわかんないですね。あとはなんかお父さんの手がかりみたいなのが、ドクター博士がね、お父さんは元気にやっ、なんか元気、めちゃくちゃ優しいし元気でやってるぜとかいう、なんかすげえ不穏なことを言い残したのに、彼女がお父さん元気なんだよかったとかいう、すげえ頭が幸せですねっていう状況になってました。だってね、完全に悪のポジションの人からお前のお父さんは元気にやってるぞって言われて、そっか元気にやってるんだって言って安心普通はできないよ。まあ、素が優しいけどさ、あのドクター博士も手下も絶対素優しいけどさ、特に手下くん、まあどうなんでしょうね。結局ドクター博士がお父さんだと思ってたら、博士がなんかお前の父さん元気にやってるぜみたいな他人みたいなこと言い出したんで、やっぱじゃあお父さん手下なんじゃないかという謎の予想ということで、新しく解放していきましょう。まあパッと見で分かる通り絶対マーメイドとか人魚だよねこれ。じゃなかったら困るよ。何、足のやつヒレじゃなくてさ、カニのハサミみたいなの。そんなことないよね。なあ天使って他にもいるのか。お前今の海賊の状態のこいつにそれを聞く。いや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 、その理屈で言ったらいろいろやべえことがあるからね。まあ宇宙人は UFO を来たから確実に他にいるのはわかるけどもさ、なあ扇風機って他にいるのかとかいう謎の質問もそれの流れだと誕生してしまうぞ。私の両親がそうだよ。じゃああんたの両親は何なの。天使だし、両親のうちどっちかがあんたの、あの彼女ちゃんの変身している全属性のうちどっちかがさ、両親のうちどっちかが必ず片方を持ってたとしたら、もはやまともな親じゃねえぞそれ。ただまあまあ結婚を機に天使を辞めて普通の人間になったから、私以外にはパパだけだね。私以外にはパパだけだね。てかそんな人間になれちゃうんだ天使辞めるって。まあ確かにね、そう考えればこの子も人間、いや もはやなんだろう、天使から宇宙人になった時点で天使やめてるけど人間でもねえんだよな。で宇宙人から扇風機になった時点でもはや生物っていう概念をぶち壊し始めましたからね。いろいろやめてますよね、そう考えると。そうか、天使関係で頼れるのはお父さんだけか。何、俺も天使になりたいとか言い出す主人公どうして。いや同じ天使だったらなんか助けになってくれるかもと思ってな。あれ今更だけど天使あれじゃん、あの他に天使っているのかって聞いた問いに私の両親がそうだよって答えてるってことは他にいるんだよね。さすがに世の中に天使は今彼女ちゃんとそのお父さんだけの2人とかいうわけじゃないってことですよね。それだったらお母さん天使辞めたのすげえ重大な罪になるけど。だからなおさらお父さんも見つけないとな。はあ、おめえの目的は見つけることなんじゃねえんだよ、見つけた後のことなんだよ主人公。うん、ありがとう。でも頼れるのはお父さんだけじゃないよ、君もだよって言い始めるんでしょ。はい、この鈍感主人公め、君だってすごく頼る。はい、あ、キュンときた、心臓痛い。何、口に出せよそれは。
そしたら真面目に心配してくれるよ。キュンときた、心臓痛いじゃねえよ。メンタル弱えな。あ、そして唐突に話変えてく。あ、弾を感じる。このジャングルの川にいい感じに止まっている私の海賊船の中にある。お前なんで海賊船お前召喚しただろ完全に。何その説明口調で説明するにはよくわかんない情報が多いぞそれ。このジャングルの川にいい感じに止まっている私の海賊船の中にあるみたい。把握しとけよ海賊船の中いろいろおかしいな。なぜジャングルにいい感じに彼女の海賊船が。いや船持ってることにまず驚けよ。はいはい、細かいことはいいから。野郎ども乗り込め。主人公くんだけだよね。野郎どもかっこ一人よね。まだ待ってる。早く弾を探そう。かわいい、心臓痛い。あった。ちゃんと船を掃除しよう。弾を首飾りにはめてと。わー、色白になった。すごーい。足速そうと思ったら泡となって消えそう。私、人魚だったみたい。だったみたいってなんだよ。確証持てよ。人魚だよ、どう見ても。おめえはどう見ても人魚だ。うん。人魚だよね。まさかですけど、髪の色変わった？うん、人魚姿も可愛いぞ。お前も扇風機姿の時も言いましたけど、どう動くんだ、地上で。せめて、なんか、変わった後に元に戻れるようにしとけよ。システム的に効率悪いだろ、それは。扇風機が一番厄介もんですけど。あう、バカ。死ね。主人公死ね、もう。あ、え？どうした？また弾を感じる。早いな。また弾を感じるんだ。ずっと向こう。海の中から感じる。何、君も一緒に来てっつってゴボゴボゴボつってあばばばばばば死ぬみたいな。君も一緒に来てっていうことはないのかな。なるほど、全ての弾が地上に落ちたとは限らないか。当たり前だろ。むしろ南の島とかいうピンポイントでかなりの数落ちた時点でおかしいからね。いやいや、その前に待って、彼女が海賊船持ってるのはそうだけどもさ、海賊だったって思い出した瞬間に海賊船が出現したと考えたらそれはおかしいから、もともと彼女が海賊だった、で海賊が落ちてくる予測のところにいい感じに止めてあって、そこの中に弾が落ちる。少なくとも南の島だけで3つ見つかってますからね。いろいろやべえな。でどうすんの、浦島太郎的感じで主人公くん水潜ってる間も息できますぜみたいな、そんな感じ。よし、じゃあこの船でその場所まで行ってみよう。海の中だろ。何、潜んのこの船。はあ、さも当然のように船を進ませ始めましたけど、お前もう、え、主人公くんの対応が早すぎてもう軽く引くぞ早いわ完全に次も人外だな。人外だ。いやいやいや、タップの数でこうブワーって増えるのはいいんですけど、次いくら必要なんですかね。結構必要？あ、必要だ。必要ですね。なんか一気に欲しいものがあと4つ。早いな。あー、うわー、最後の桁がすごい。文字通り桁違いですね。うわー、すげえ。許容のやつ、まあそうですね、少し放置してればたまりはしますけど、すごいな。こんな感じになるんですね。こうカタ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 貯めてるんですよね、一応。実績も達成したのはないですしね。そっか、あれ、そうなの、魔法少女レベル100、未来人レベル100だから、このままトンファー使いもレベル100とかにやると思ったら、
トンファー使いレベル95、海賊85、人魚75。へえ。まあでも結局そうだよね、ランクマックスまで解放させるためにはレベル100まで持ってけないといけないっすよね。なら結局全てのやつを達成するにはランク100まで持ってかないといけないってことっすよね。あとはちょこちょここうレベルを、ランクアップじゃない、レベルを上げていって、レベル上げていくと増加速度がねかなり増えますので、特に解放したばっかりの上のキャラクター、解放したばっかりであるキャラクターとかだともう一気にババンと増えていきますんで、これを増やすことによってさらに放置している間に溜まる量が増えていくんでね、そういう感じのもうまく利用していかないとですよね。あとはあんまりね動画のところでは出てきませんが、動画をね見てエレクトーロっていう、20秒の間タップで増える AP が3倍に増加っていう、20秒ですけれどもこのタップがね3倍になるっていう、結構本気で指がつるぐらいまでやると稼げるんですよね。なのでまあこういうやつも使ってまた貯めていきたいと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。次の動画はすでに上がっておりますし、ここまでの動画もね、良ければ見てもらえるとと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。